パンド・カンパーニュはフランスパンの一種。フランス語で田舎パンあるいは田舎風パンを意味し、スープによく合う食事パンである。パンド・カンパーニュは丸型が多いが、伝統的にはラグビーボール型である。民主とも呼ばれる。パンド・カンパーニュをブールの形で焼くことも多い。スライスしたパンド・カンパーニュもともとはパリ近郊で作られ、パリで売られた。ライムニコや、 生成度の高くない小麦粉を使い、大ぶりに作られ素朴な外観と味わいに、パリ市民が故郷のパンを思い出して、田舎パンパンドカンパーニュと呼んだ。リーン系と呼ばれる粉、塩、水だけで作られる食事用のパンで、大きさは直径15センチメートル300グラムから30センチメートル1キログラム以上、時には50センチメートルに及ぶ大型のパン。 現在大抵は丸く、あるいは伝統的には、卵型や、ラグビーボール型に成形され、焼きたてより冷めてからの方が美味しく数日はそのままで、日持ちする。丸く成形されたものは、ブールドカンパーニュと呼ばれることもある。一般的なパンドカンパーニュの材料はおおよそ小麦粉、9、ライム2個1、水4程度の割合に塩を1から2%、イーストを1%弱。 モルトを0.2%程度であり、伝統的なパン酒で発酵させるのでやや酸味のある味わいになる。小麦粉もあまり精製度の高くない小麦粉を混ぜた方が素朴な味わいが出るが、ライ麦や精製度の高くない小麦粉を多用すると癖は強くなる。ありがとうございます。